鳩山総理大臣は防衛大学校の卒業式に出席し、日米同盟を基軸とする安全保障政策には揺るぎがないと強調しました。日本は日米同盟を基軸として自らの防衛に努めることとしてきた。その方針は鳩山内閣においても揺るぎなく継続する。同時に鳩山総理は防衛政策には継続と変化の視点が重要だと述べた上で、自衛隊という貴重な財産を日本外交のため戦略的に使いたいと、 PKO 活動など国際貢献に自衛隊を活用していく考えを示しました。懸案の普天間基地の移設問題には言及しませんでした。今年の卒業生は女性26人を含む375人で、自衛隊に入らないいわゆる任官拒否は17人でした。